昨日悲願の初優勝を飾り甲子園への切符をつかみ取った聖和学園。激戦を終えた野球部は今日休養日となりましたが、学校では教師や事務員など関係者らが甲子園へ向けての準備に追われていました。並び的には公式野球部甲子園出場を並べて最後おめでとうを、こちらは校舎に飾られる優勝を祝う横断幕の発注。文字のサイズや色、文言などを決めていきます。またここでは校内で行われる報告会に向け看板を作っています。そうですね、もう昨日からもうひっきりなしに電話とか問い合わせ来てるんで、初めてのことなので本当に分からなくてバタバタしてますね、はい。でもやっぱり嬉しい。そうですね、本当によくやってくれたなと思ってますので頑張ってきてほしいですね、はい。そしてこちらは3日後に全国大会を控えたチアリーディング部。野球部の初優勝に刺激を受け練習に励んでいます。全国大会の後、甲子園の応援練習が始まります。自分たちの力を出し切って、悔いの残らないプレーをしてほしいです。待ち遠しいですか、甲子園。はい、すごい楽しみです。はい。